トロスト区防衛戦の最中、それは起こった。巨人を次々となぎ倒す謎の巨人が現れたのだ。それが知性を持っていることは明らかだった。ライナー、ベルトルト、兄の前でその巨人のうなじから姿を現したのは104期訓練兵団の同期であるエレンだった。兵団は巨人化したエレンに巨眼を運ばせ、壁に開いた穴を塞ぐ作戦を敢行する。ライナーとベルトルトも訓練兵団の一員としてこのトロスト区奪還作戦に参加し、エレン巨人が巨眼を持ち上げるまで巨人たちを引きつける任務に当たることになった。なぜエレンが巨人に？いつ？どうやって巨人の力を？とにかくエレンを食われちゃまずい。今は上からの指示に従うとしよう。倒すんだ！誘導した巨人を敵上固定砲で狙い撃つ。うなじに当てれば倒せるぞ。ここで決める。よっと。やったぞ、命中だ。その調子でもっと巨人をおびき寄せてくれ。状況が変わったとはいえ、自分で開けた穴を塞ぐ手助けをすることになるなんて。決める。倒すんだ。やるんだ。兄、お前なら無事だと思ってたぜ。何としてもこの作戦を成功させるぞ。ごめん、ライナー。これが使える。ライナー、あんた分かってる？私たちの本当に果たすべき任務は何か。兄、この作戦を成功させなくちゃ僕たちはせっかくの手がかりを失ってしまう。やるんだ。うまくいったね。これなら文句も言われないはず。ここを盾にしよう。倒すんだ。本当にやるしかねえんだよな。俺バカだからよくわかんねえけど。よっと。ここで決める。トニー、怪我はねえようだな。あんまり無茶すんじゃねえぞ。ここで決める。
た。設置は完了したな。私の役目は済んだ。前線から離脱する。ここで決める。やるんだ。お前らの方はどうだ。ああ、任務は順調に進んでるよ。ジャンも無事でよかった。やった。巨人は片付いたようだな。あとはエレンがうまくやってくれればいいが。あの深淵弾は。ライナー、行ってみよう。やるんだ。これでよし。訓練兵、手を貸してくれ。この巨人、陽動にかからないんだ。奴は貴公衆。エレンを危険にさらすわけにはいかん。やるぞ、ベルト。よし、一体撃破。兵士として少しは人類の役に立てたんじゃないか。ライナー、僕たちは兵士じゃない。それは、分かっているよね。帰れなくなった故郷に帰る。こんなところで死んでたまるかよ。ライナー、ああ、生き延びて、みんなで故郷へ帰ろう。倒すんだ。任せた。任せた。
そろそろ補給が必要だ。分かってるよな、ベルトルト。やるんだ、これが使える。巨人は大方片付いたな。この辺りはもう心配ないだろう。あそこにも深淵弾が上がってるな。よし、行ってみるぞ。淵弾だ。苦戦しているのか。次のエラベルトと倒すんだ。レイナ、ベルトと助けてください。巨人だ。ダメだと。俺にこれを持っていってください。よっと、やるんだ。飛行士が大岩の方へ向かっているんだ。頼む、討伐に手を貸してくれ。奴を放っておいたらエレンが危ねえ。俺たちも討伐に向かうぞ。ここで決める。巨人が出現して以来、人類が巨人に勝ったことは一度もない。巨人が進んだ分だけ人類は後退を繰り返し、領土を奪われ続けてきた。しかしこの作戦が成功した時、人類は初めて巨人から領土を奪い返すことに成功する。その時が人類が初めて巨人に勝利する瞬間であろう。それはこれまで人類が奪われてきたものに比べれば小さなものかもしれん。しかしその一歩は我々人類にとっての大きな進撃になる。さあ行くぞ。倒すんだ。やっと。頼んだよ。了解だ。作戦もうまくいくだろう。この辺りで一度成り行きを見守るとするか。
レンが食われるかもしれない。そうなれば何もわからないままだ。ああ、いざとなったら俺の巨人で何とかするしかなさそうだ。二人とも何の話をしているんだ。俺の巨人ってなんだよ、ライナ。マルコ、今の話は冗談だ。気は確かか？君らしくないな。今は作戦に集中しろよ。精鋭班の負担を減らすんだ。冗談なんだろ。いや、お前は察しがいいからダメなんだよ。兄、助けてくれ。俺たちの会話を聞かれた。もう生かしておけない。ふざけるな、クソ野郎。ライナー、巨人だ。こっちに来る。兄、マルコの立体起動装置を発生。はあ、あんたらの不始末だ。ベルトルトとやりな。お前あの時コニーを命張って助けてたよな。なぜあそこでそんな危険を犯した。この悪の民族に情が移っちまったのか。違うってんなら今ここで証明してみせろよ。お前とお前の帰りを待つ親父が汚れた民族と違うって言うんなら証明しろ。うわ、やめろ。兄、なんで、なんでだよ。それでこそ戦士だ。兄、よくやった。なんでそんなに急ぐんだよ。まだちゃんと話し合ってないじゃないか。おい、なんで。マルコが食われてる。